えっと、MMD 業界の今後についてアドバイスをいただきたいです。MMD ってミクミクなんですかエンジンが古いことや二次創作というグレーラインが主軸である以上、復興は困難でしょう,が、えー、困難でしょうか個人的にはとても好きなコンテンツなので新規が増えてほしいですが、MMD を使用して現在の主流技術への応援は何かしらの活用できないでしょうかそのため、MMD に対する広くさんのご意見解を伺いたいです。よろしくお願いします。えっと、結局 MMD ってあれ、ソースが出てないので改造できないような問題解決してないですよね。なので、もうあの新しいエンジンが出て便利なのが出たら、それでもう覆されてしまうと思うので、 なので、ソースが出ない以上はもう、その先広げることはできないんじゃないかなと思いますけど。なんただ、まあ、まなぜソースが出ないのか論っていうので、まあ、他の何かのソースパクってるんじゃねっていう説があるんで、まあ、僕も多分それが正しいから、ソース出せないっていうことな気がするんですけど、なので、もしその本当にその業界なんとかしたいのであれば、あのオープンソースなりであの自分でも似たようなものを作ってコード公開するっていうぐらいしかやるようないんじゃないかなと思います。